Peggy 16。皆さんこんにちは。新三国無双オリジンズのプロデューサーの翔です。2024年7月26日にチャイナジョイで公開した中国語版実機プレイのダイジェスト映像を用いてゲームの紹介をさせていただきます。本作では幕者や宿屋で自分宛に届いた手紙を読んだり強化アイテムの錬成をしたりすることができます。早速ですが外に出てみましょう。これは大陸地図です。大陸地図には町や都市があってそこで買い物をすることができます。また武将たちがいることもあって武将と話すとミッションが与えられることもあります。そこにいるのはカコートンですね。他にもいろいろなものが映り込んでいますが詳しくはまたの機会に説明させていただきます。本作ではこのように大陸地図で目的地へ移動します。大陸地図を移動することで中国の地理感覚や三国志のことを知らない人でもそれぞれの都市や戦場の位置関係をプレイしながら自然に理解していただくことができます。ここは止水館のようですね。それでは止水館の戦いに挑みましょう。本作では固有の戦いの前にはこのような軍議が行われます。見覚えのある武将たちがいたかと思いますが武将についてはまたの機会にお話しできればと思います。軍議では総大将や軍師から戦場の状況の説明が行われます。勝利と敗北の条件、誰がどういう目的でどこに進軍するのか、どこを防衛するのか、どんな策があるのかなどなど作戦について語られます。実際にバトルに入る前にどのように戦うかをイメージしていただければと思います。これは炎術と孫権が何やら揉めているようですね。こういった会話も重要かもしれないので軍議での会話はしっかりと確認するとよりお楽しみいただけるかと思います。それでは戦いを始めましょう。出発。これは止水館の戦いで今回は高孫さんの軍団の場所からスタートしています。聞き覚えのある曲ですね。いいですね。ここは敵の拠点で敵の武将や兵士を倒すことで制圧してダッシュすることができます。本作ではガードや回避、そして弾き返しといったアクションも重要になります。敵の武将の攻撃をうまく回避しましたね。そしてとどめと。これは拠点を制圧したところですね。門が開いたので味方の軍団が共に攻め上がってくれています。いやー頼もしいですね。味方の兵士がいっぱい進軍していますね。これは味方である炎章が敵の大軍団を前に突撃を仕掛けるところです。本作は敵も味方も大軍団の存在がとても重要です。味方の兵士を豪快に吹き飛ばしているのは敵の武将カユですね。大軍団は戦意がとても高く武将も兵士も強いため味方と共に戦うことが攻略の鍵になります。
敵の戦意が下がったのでチャンスです。主人公をがっつり成長させていれば一人で突出して戦うこともできるかもしれませんが、アクションの腕によほどの自信がなければ味方と共に戦うことをお勧めします。この後敵の大軍団を率いる李鶴が大戦法を行うわけですが、チャイナジョイの映像の解説はここまでになります。ゲーム序盤を紹介した映像もありますので、そちらもぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。